コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、今日届いたばかりメガトレショップから呪術廻戦五条悟、はい、こちらのフィギュアが届きました。はい、まあ、私はね、アニメイトで購入したんですけれども、すでにね開封した跡があるんですよあ、アニメイトってこうやって開封しちゃうんだと思って。普通にねガムテープが貼ってありますよ。で、中を見るとね、こうやって紙袋が挟まってて、これね、何やらね、この隙間にねチラシが入ってるんですよねアニメイトってそういう感じなのか、はい、まあ、とりあえず取り出してみますか。はい、普通にねやっぱりこういうチラシっつうのかな、うん、とあと納品書だね、まあ、納品書はやっぱり入れなきゃいけないんだろうけれども、直接このね専用の輸送箱じゃなくて他の段ボールに入れて欲しかったっていうのが本音ですけどもね、あの普通の配達伝票ももろにねこの専用の輸送箱に貼られてたんでアニメイトそういう感じなんだね、うん、もっと丁寧にしてんのかなと思ったんだけど。はい、紙袋からひっぺがしました。はい、こちらが箱の外観ですね。はい、こういう感じで、はい、窓がついてますね、背面も、うん、はい、といった感じになります。ではブリスターの状態持っていきましょう。ブリスターの状態ですね。はい、こういう感じで入っていましたね。はい、台座が下にあります。で、差し替え用のヘッドパーツ、はい、至ってシンプル、うん、はい、ではねフィギュア自体を早速見ていきたいと思います。はい、ではねフィギュア見ていきましょう。こちら、お疲れ様さ。はい、いや、やっぱよくできてるね、うん、プライズ品と違ってやっぱりね塗装とかも造形とかもやっぱり違いますね。一段上を行っている感じ。で、顔ね、はい、マスクバージョンの顔、指のねこの造形もしっかりしてますね。作り込まれています。ちゃんと躍動感が出てますね。これは何をしているポーズなのかわかんないんですけれどもね、こう飛び立とうとしているのか着地しようとしているのかどっちなんでしょう、うん、はい、ではね頭部パーツを付け替えたいと思います。はい、付け替えました。こちら、大丈夫、僕最強だから、はい、結構なんかこう鬼気迫るような感じにも見えますね。目を見開いている。リクガン、このリクガンもねすっごい再現されてるんですよ。細かいガラスのようなね瞳、すっげえ美少年って感じに、うん、見えますけれども、
まあ、この頭部に関してはどうなんでしょうね。好み分かれるかもな。めっちゃ美形に作られている点が、うん、女子受けは良さそうですけれどもね、うん、どうなんでしょう。でも髪の毛もね、すっごいシャープなんですよ、うん、毛先とかがね、すっごいちゃんとこう尖っててシャープで、髪の毛のね、このグラデーション、うん、白から紫に毛先に広がってる感じ、すごいね。これはどっちで飾るか迷うな。でもこっちの方がいいかな、やっぱ素顔の方が、うん、かっこいいかもな。はい、で台座はこちら、はい、領域展開の指の台座ですね、はい、でローマ字でサトル工場と、東京呪術ハイスクール、はい、なかなかかっこいいデザインですね、うん、まあ、裏はね質素な感じですけれども、はい、表がね結構マットベースにこうね凹凸のある感じに、うん、プリントされてる。で、補助用のね支柱がちゃんとつきます。ここに多分つけるんでしょう、はい、では早速ねフィギュアとくっつけてみたいと思います。はい、支柱と本体台座にくっつけました。はい、こちら、いや、いいね。やっぱ台座にくっつけると、うん、なんか情報量も増して、フライズとは全然違うなっていうのを感じさせますね。やっぱすげえわ。市販品はやっぱりレベルが違いますね、これは。うん、かっこいいわ。一応ね、こちらまだ買えると思います。定価か定価以下で、はい、まあ、なのでね、皆さんもぜひこれを見てね、興味を持ちましたらね、うん、購入してみてはいかがでしょうか。画面越しに見るのと手に取って見るのとじゃあ多分全然違うと思うんですよ、はい、まあ、あくまでね参考ですね、こういう、うん、動画は。なのでね、ちょっとでもいいなと思ったらね、うん、思い切って購入してみた方がいいかもしれません。はい、ではね、例のごとく回転台座に乗せてね、ヘッドパーツも付け替えながら紹介終わりたいと思います。これを見てね、ぜひよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。